はいどうも、徳ひろです。今回はこちらの荒野行動のゲームでガチャがあるんですけど、なんとダイヤが1万個貯まったということで、今スピードのこういうなんかガチャが引けるやつあるんで、それを引いていこうと思います。コインとダイヤ両方で引けるんで、まあ合計何回引けるかわかんないんですけど、どんどん回していこうと思います。個人的に欲しいのが、まあ永久に使える銃と、あとはまあ新しい衣装ですね。どんどん5回ずつ回していこうと思います。1回目。おお、来た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 、10だ。やった、欲しいの早速出た。いや、1回目から欲しいのが出るってなかなかないですよね。じゃあ次にダイヤの方で引いていこうと思います。さあどうだ。あー、けどこれでもまたコインが引けるんで、まあそれでまた引けるかなと思うんですけどね。じゃあ次、確か持ってた気がするこれは。じゃあ次、はい、あー、じゃあ次引きます。お、限定の服来た、やったね。いや結構これかっこいいですね。結構僕的には今回当たりですね。ではダイヤの方ラスト5回引きます。来い。あーダメか、けどコインが溜まってるんで何回かもう一回引きますね。ではコインの方でもう一回5回引きます。来てくれ。おお、わかんないな。じゃあラスト来てくれ。あーダメでしたね。けどまだコイン残ってるんで、何回引けるかな。3回くらいかな。3回いきますね。じゃあラスト3回引いて終わろうと思います。頼む、来てくれ。あーダメか。では次にグローバルの方で引いていこうと思います。グローバルの方はジャパンの方に比べて全然やってなかったんで、ダイヤの数とかも全然少ないんですけど、まあ少ない数で当たるってこともありえるんでね、やっていこうと思います。最初にコインの方を5回引いていこうと思います。では、あーダメだな、やっぱり確率的には変わんないですよね。ではラストコインで3回引いていこうと思います。あーダメだ、いやまだコインが1回だけ引ける、1回引けるんで、あーダメか。では次にダイヤの方で引いていきます。今回は5回じゃなくもう8回全部一気に引いちゃいます。頼む。あー微妙だな。まあでも服がなかったんで、まあ今回いい機会ですかね。コインであと2回引けるんで引いちゃいたいと思います。頼む、来てくれ。あーダメか、けどもう1回引きます、もう1回引けるんで頼む、来てくれ。ダメかー。